南シナ海で米海兵隊が異例の合同演習を開始しました。空母打撃群がなんと2つです。アメリカの本気度が見てわかりますね。今回この合同演習を詳しく見ていきますね。中国も台湾防空識別圏への侵入を繰り返していますし、尖閣へも侵入している明らかに。2021年2月9日、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦を中核戦力とする2つのユニットの空母打撃群が、中国が領有を主張している南シナ海に進出、同海域における軍事演習を実施した。今回のように、南シナ海を舞台として、アメリカの空母打撃群が軍事演習を行うのは、先月1月20日に就任したバイデン新政権において初の出来事であり、その意味からも注目を集めている。これは対中国政策に関しては、ともすればバイデン政権は穏やかな対応しかしないのではないか、との事前の予想を上回る強硬姿勢とも取れて、一部の周辺国にとっては朗報だろう。特に、このところ、自国の防空識別圏への度重なる中国軍航空機の侵入を受けている台湾や、尖閣諸島近海への中国公船侵入の圧力を受けている日本にとっては、ひとまずの安心を得られた感がある。例によって、中国は、こうしたアメリカ海軍の動向を激しく非難する声明を発表しており、自国の主権を脅かす脅威に対しては、必要な措置を取る覚悟があると強く主張している。アメリカ海軍の大型原子力航空母艦が南シナ海に進出したのは、2020年7月以来であり、この時は約6年ぶりの行動だったが、今回は非常に短い間隔での再進出だということが見て取れる。今回南シナ海へ進出したのは、航空母艦セオドア・ルーズベルトを中核に巡洋艦バンカーヒル、駆逐艦ラッセン及びチョンフィン等の第9空母打撃群が1ユニット目である。これに加えて、航空母艦ニミッツを中核に、巡洋艦プリンストンや、駆逐艦ステレット等で構成をされた第11空母打撃群の合計2ユニットが投入されている。アメリカ海軍の空母打撃群とは、大型の原子力航空母艦を中核として、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦、攻撃型の原子力潜水艦などの艦艇で構成される。この1ユニットの空母打撃群は、小国であれば、一国の戦力以上の攻撃力をも有するとされており、大型原子力航空母艦には各種航空機が一隻に60機以上搭載され、高い打撃力を有している。随伴するイージス艦でもあるタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦らは、主として空からの航空母艦に対する敵の攻撃を防御する任務に従事する。加えて海中を航行する攻撃型潜水艦は、敵の潜水艦や水上戦闘艦を排除することを主任務としており、魚雷や追艦巡航ミサイルでこれらの障害を取り除く役割を担っている。
実は、先月の1月、フィリピン沖を航行中だった航空母艦。セオドア・ルーズベルトに向けては、中国軍航空機が攻撃を行うことを想定した訓練飛行を行っていたとも言われ、動向が注目されていた。そうした中国側の行動からは、かつて台湾海峡危機の際にアメリカから航空母艦を差し向けられ、ナス、ジュツナク、台湾に向けた軍事演習を中止して兵を引いたことは、もう過去のことのようだ。少なくとも、中国側の航空機が空対艦ミサイルでアメリカの大型原子力航空母艦に攻撃を行い得る可能性が生まれるほどに、それらの作戦遂行能力は強化されていると見るべきであろう。ただ、未だ航空機の個々の機体性能や空対空ミサイルではアメリカ軍にアドバンテージがあると思われるので、それらの攻撃を迎撃することはさほど難しいことではないのかもしれない。近年中国がアメリカの艦艇の自国への有効な接近阻止策の一つだと考えているのは、中長射程の地対艦ミサイルディフェンダー -17 などであり、アメリカ側もこれを念頭に置いていると思われる。中国が南シナ海の人工島造成を強行し、そこを軍事拠点化し始めてからしばらくが経過しているが、それらの戦力を無効化することがアメリカ軍の大きな戦略目標となっていると言えるだろう。そこで想定されるアメリカ軍側のシナリオは、未だアメリカや日本に比べて低いレベルに止まっていると思われる中国海軍の対潜哨戒能力の隙をついての潜水艦による対地攻撃ではないだろうか。通常の大型航空母艦の護衛任務あたる攻撃型の原子力潜水艦以外に、アメリカ海軍はかつての戦略型原子力潜水艦をトマホーク巡航ミサイル搭載に変えたオハイオラ4隻を保有している。コララ、オハイオ9の4隻の巡航ミサイル潜水艦が搭載するトマホークの数量は1隻で最大154発にも達し、中国の人工島の拠点を壊滅させるのに十分な打撃力を有しているだろう。アメリカの前トランプ政権は、同国とロシアとが締結していた中距離核戦力全廃条約を撤廃し、その理由を同条約に制限されない前述の中国のディフェンダー -17 などの配備だとしてきた。すでにディフェンダー -17 などは、現在まで日本側が想定していたミサイル防衛網では迎撃が困難と予測されており、いよいよ日本も抑止的な対地攻撃兵器を保持するしか選択肢はなくなりつつある。